疲れた。あ、先輩お疲れ。なんだ、小賀も休憩か。うん、なんか今日忙しくてなかなか休憩取れなくてさ、さっき入ったとこ。確かに今日の忙しさは半端なかった。団体客が何組も来たもんね。ん？何読んでんだ？今日発売のファッション誌。やっぱ服のトレンドは勉強しとかなきゃいけないからね。女子ってのは大変だな。あ、そうだ、この雑誌の星座占い結構当たるんだよ。へえ。先輩は何座？餃子。もうちゃんと答えてよ。覚えてないの？しばらく自分の星座とか気にしたことなかったから忘れた。忘れることってあるの？興味ないからな、知らなくても生きていけるし。じゃあ誕生日は？教えたら古賀が祝ってくれんのか？そうじゃなくて、誕生日から星座を割り出すの。別に占いに興味ないんだけど。いいから。4月10日。先輩の誕生日、新学期明け早々じゃん。先輩、クラスメートからタンプレもらえないタイプなんだね。学年上がって新しい友達できた時にはもう誕生日終わってて、じゃあ来年渡すなとか言われたままクラス替えで離れ離れ、かわいそう。そんな哀れみを込めた目で見るのやめろ。そもそも僕の友達は国見と双葉だけで、他のクラスメートとはろくに会話もしないからプレゼントなんてもらえるわけないだろう。堂々とそんな寂しいことを宣言されても。別に寂しくない、僕自身が満足した学生生活を送ってるから問題ない。ま、先輩の学生生活のことはいいや。4月10日だっけ？ということは、お羊座だね。ほう。今月のお羊座は、多忙な1ヶ月です。学校や職場で思わぬ事件に巻き込まれたり、意図せぬ役回りを押し付けられるなど、大変な日々が続きます。辛い時には誰かに頼ることも重要だって。そうか、じゃあ多忙な僕の代わりに明日のシフト古賀が代わりに入ってくれ。明日何かあるの？ゴロゴロするのに忙しい。却下、ちゃんと出勤してよ。はいはい。もう続き読むよ。まだあるのか。ラッキーカラーはブラウン、ラッキーアイテムは写真と桃だってさ。なるほど、じゃあブラウンの制服に身を包んだ古賀の桃尻を写真に収めればコンプリートできるわけだな。よし古賀、後ろ向け。絶対や、アホやなかと。すげえ言うとか信じられ。いい案だと思ったんだけどな。いつもいつも私のお尻をバカにするのやめてよ。バカになんかしてない、桃のようにプリッとしたいい尻だって言ってるだけだ。それをバカにしとって言っとうと。気にしてるのに先輩デリカシーなさすぎ。すまんな、僕の辞書にデリカシーって言葉は記載されてないらしい。バリムか。大丈夫だって、そんなに尻のこと気にしなくても古賀は十分可愛いぞ。もういつも調子よかことばっかり言うやけん。普通に褒めてるんだけどな。あとな古賀。何？さっきからバリバリ博多弁出てるぞ。嘘？ほんと。もう先輩が変なことばっか言うから。いかん、じゃなくてダメだ。てか気づいてたんなら早く言ってよ。別にいいじゃん方言。私は嫌なの。ナナちゃんたちの前でも出ないように気をつけなきゃ。そのナナちゃんとは仲良くやってんのか？うん、こないだもね、映画見に行ったんだ。ラブストーリーだったんだけど、私もナナちゃんもすごい感動して二人で泣いちゃったよ。へえ。主役の子が都会の女の子って感じでめちゃくちゃ可愛かったんだ。私もあんな風になりたいな。古賀も可愛いぞ。若干芋っぽいかもしれないが。先輩一言多いよね。悪いな。それで映画を見た後、テレビで特集してたケーキ屋さんに行ったんだけど、オープンしたてなのにすごい行列ができててさ、入るのに1時間もかかっちゃった。1時間並んでケーキか、ちょっと僕には考えられないな。けどケーキがすっごく美味しくて、行列ができるのも納得って感じだったよ。
外観も内装も食器も全部可愛かったし。先輩は行ったことある？映画館と同じモールの中にあるんだけど。ないな。そもそも男子高校生一人で行ったら浮きまくるだろう。へえ、先輩でもそういうこと気にするんだ。気にはしないが、特に用もないのにわざわざ晒し物になりに行くことはしない。あね。は？はあ。子が。何？そのあーねっていうのはどういう意味だ？え？こっちの人言わないの？少なくとも僕の人生では一度もないな。本当に？で、どういう意味なんだ？特に意味はなくて、相槌っていうか、納得するときに言うっていうか。おお、なるほどみたいな意味か。そう、それ。これもこれから気をつけなきゃ。来週もナナちゃんたちと出かけるし。きっとナナちゃんはもう古賀の方言は気にしてないと思うぞ。だったらなおさらショックだよ。なんか私一人が空回っててかわいそうな子みたいじゃん。いい友達を持ったな。先輩、その反応おかしい。それで来週はどこに行くんだ？今度みんなで遊園地に行くんだけど、お揃いのコーデをするために服を買いに行くの。あ、そうだ、先輩はスカートとパンツどっちがいいと思う？ミニスカ。一応聞いておくけど、なんで？女子高生の生足が見れるから。先輩、おさんくさい。男なんてそんなもんだぞ。聞く相手を間違えたよ。まあ服のことを僕に聞かれてもな。そういう先輩はいつもどの辺で服買ってるの？こだわりはない。その辺で安くなってるのを買ってるだけだな。先輩、あんまりだらしない格好でデートに行ったら、桜島先輩も腹かいて帰っちゃうかもしれないよ。僕の舞さんは人前でお腹をかくような恥ずかしいことはしないぞ。お？古賀が今言ったんだろ、腹かきながら帰っちゃうって。違う、そんなこと言ってない。てかこれも方言なの？まあそうなんだろうな。どうしよう、これは絶対ナナちゃんの前で言っちゃってるよ。だからもう気にしてないって。私は恥ずかしいの？大丈夫大丈夫、かわいいかわいい。心がこもってない。そんなに気にすることかね。先輩は一言だからそう言えるんだよ。はいはい。そういえば子が、そろそろ休憩終わりじゃないか？え？あ、本当だ、もうこんな時間が経ってたんだ。あ、先輩、一つお願いが。なんだ？レジの呼び鈴がパゲてるから新しいのに変えておいて。子が。何？パゲてるの意味が一ちょんわからん。都会の女の子になるのはまだまだ先になりそうだな。バリムカ！